アシャカ神社、アシャカ神社、アザカ神社は、縁起式神明町伊勢国一主軍に記載する神社、式内社で、名神大社とされていた。縁起式神明町に、アシャカ神社三座とあり、現在では、三重県松阪市小アザカ町のアシャカ神社と、大アザカ町の同盟神社がその論者とされている。両者は、松阪の平野を見渡すアザカ三登録に、東表して立つなど、 立地条件を同じくし、共に近世まで、流天明神と俗称されるなど共通した信仰を有するものであり、また、両者の距離も1トルに満たない。放実するように、式内、阿坂神社は、当初朝坂三条に鎮座していたとされ、朝坂三条から山麓への仙座を、小朝坂とするか、大朝坂とするかによって説が分かれるのであるが、他に、 両者は三座の中の二座で別に一座があるとする説もあり。さらに、当地一帯は、伊勢神宮の下空のミク栗ア、阿舎がミク栗屋とされていたが、延元四年1339年の神宮の神療目録である、一引き付け並び神療目録には、これが大阿舎がミク栗屋、小阿舎がミク栗屋と二分されていることから、両者はその分割に際して、 それぞれのお送り屋に鎮守神として誕生されたものと見ることもできる。こう、大御神宮儀式帳に、山和姫命が藤方片戸井宮において、天照大臣を奉災していたときに、水人天皇の使者である安倍内藤彦命、あえの大しね彦の御ことが、朝時下悪心、朝鹿の荒ぶる神、平定したとあり、山和姫命よきには、朝鹿市屋子、朝鹿の峰に、伊豆足古神、 いつ早降るの神がいて、通行の邪魔をするので、その心を和ませるために山上に神社を造営し、下空士官渡来氏の祖である大枠後命、大枠後の御事に祈らせた、とあり、同書書院の一書にも、阿佐ヶ山二皇人、荒ぶる神がいて、山と姫命の、伊鈴川神の宮、玄内空への巡行を阻むので、かつて、朝佐国、当地一帯の故障を平定した。 天日別名、雨の日、わけの御子との子孫である大枠後命に、その荒悪神、荒ぶる神を祀らせると共に神社を建立した、とあり、この、悪神や、伊豆即古神や、孔神、荒悪神が当神社の祭神で、本来は、統地一体を領有する神であったが、後に、水田耕作における、水神信仰と結びついて、上述した、 流天明神の俗称を得たものと見られている。一方、祭人が三座とされていることについては、出口のべ行が、当地は、古事記に、猿田ヒコ人が溺れたと伝える伊勢国阿邪化の地であり、その時に加勢した猿田ヒコ人の三つの御玉である、程度久し御玉、孤独御玉、ドフタ御玉、粒ぶ御玉、合わ御玉が、当社祭人の三座であると唱え、新名庁交渉。 元織のりながもこの説を襲って、古事記伝以来、上述の荒ぶる神の妖体と、危機の天孫降臨団に記すサルタヒ彦人のそれが重なり合うことから、当社祭神三座を、サルタヒ彦人の三つの御玉と見るのが有力な説となっており、現在の両は釈迦神社も祭神として、ルタヒ彦人、伊豆足古神を掲げている。なお、古代の開士は渡積三神や住吉三神。 胸形三女神に認められるように、三を、正数視しているので、当社祭人が、猿多彦人の三つの御玉であるならば、本来当地の開始がその三つの御玉放祭していて、そこから、古事記の伝承が生まれたと見ることもできる。上は二年、八百三十五年十二月十四日、十五位下に列し、続日本語記、下唱三年、八百五十年十月七日、 十五以上に進み、最高二年、八百五十五年正月二十一日明神に、預かり、同二十五日に十四位下に進み、以上、門徳天皇実録。さらに、上元元年、八百五十九年正月二十七日十四位下に、同八年、八百六十六年十一月四日、十三位に昇格。以上、日本三大実録。縁起のせいでは三座共に、 明神大社に列するなど朝廷から厚く封された。なお、伊勢国神明町では、東国十一所の二番目に、阿社が大神と記されている。現在の祭神は、以下の三座である、三金木清史家の伊勢式内神社、六には三殿あり、中略中を、流天大明神と称す。中略その北なる派神明社、南なる派熊野社と、幕末から、 明治初年にかけての実情を記している。社殿に永六年間1558から70年に陛下にかかるのを恐れて浅香山山城から潜座したと伝えるが、東道玄介の三国地市では、応仁の乱、1467から77年の時に北畠氏によって現在地に潜座されたと説いている。また、そのについて古事記伝には、 現在役史という昭和坂にあった寺の縁起に、当神社は行記が誕生したとの伝えがあったことを記している。明治41年、1908年2月20日に、孫社に別格し、戦後は神社本庁に属している。かつては、菅原、梶原の庭が奉仕してきたが、教皇年間、1716から36年に、梶原家は断絶し、 明治に至って、菅原家も世襲を離れたという。また、正治山チベット寺という別当時も損したが、これも明治五年に無盾のため廃された。さらに西方約六百メートル離れた、安ず明山慶徳寺を久の院としていたとの伝えも、ある。本殿は三殿からなり、いずれも片一軒の切り妻作り妻入りで、ハフ版の延長が地議となっている。また、 上述を秘々、上主神事を行う、かやぶきの長者、長の矢がある。拙者大枠後神社から、大枠後命を主祭神とするが、大正九年、1920年に、経代社の天日別神社、元八幡神社と称したが、経代社の貴船神社統合社を合祀して解消したもの、とや雲神社、大正元年に、財の無覚者である、あたこ神社、津島神社、 秋葉神社、山の神社、東急社を合祀していたを合祀したため、住吉大見は、宇かの御霊神、天日別名、金山彦神、大山積神、日の家具土の神、本田分けの村、木船大見は菅原道座猫、八王子大神、須佐野尾の村、不祥一座と、計十二座を廃止している。昭和八年頃まで、毎年十月八日の祭りの日に、勘、 小踊りが踊られていたが、今は途絶えている。と松坂氏に記載がある。社殿によると10月8日は、白酒祭、甘酒祭に出会った。大朝霞の観光踊りには、小朝霞の観光踊りにある、瀬古入り踊りはない。文政9年以前から行われていたことが、歌本から読み取れる。現在の祭神は、以下の三座である、伊勢式内神社。 六には、一伝三扉にて、中略阿わさくみた云々の三神明を書す、中略里族賞、鶴章波流天大明神の一座のみなり、その北に、在留少師を、神明といひ、南に、在留少師を、熊野社と称ふること、昭和坂村といとなりと、当時の実情を記している。安岡千方家の勢い飛行臨意には、応英員後に、 朝香山頂から潜座したと記し、社殿によれば、織田信長が、上主として、朝香山山頂の朝香城を守っていた北畠家の、重臣、大宮入道を含む、忍人氏を攻略する際の陛下にかかり、社殿と古記録のすべてを消失し、北畠死滅亡の後に再建されたとはいえ管理する、者もいなかったが、元禄三年、1690年に、 奥村要という社人が現れた伝える。明治四十一年、1九百八年三月二十日に、尊社に、別格し、戦後は、神社本庁参加の神社となっている。本殿は、正面三軒、側面二軒の神明造り松川吹き。大昼目神社、大昼目村、丘西神社、吉志比の女命、吉彦命、早玉男神社、小都会男命、 天甘日の神社、天野漁日の命、県民、小神社、県取りで古い命、大国主神社、大国主名、奥津彦神社、奥津彦古,津彦古い命、奥津姫命、大枠後神社、大枠後命、須佐野の村、本田分家の村、伊沢並野村、雨の小屋根の命、大宮姫の命、八王子大臣の発射がある。なお、日主神社の祭神に座は、 山和姫命よきに、滝連の祖堺家の彦の子で、天寺大臣におたと、朝園を建て祭ったとあり、また建てみな、小神社の祭神は、同所に一シリング剣作りの祖で、同様に、神戸とおたを建て祭ったとある。また、大枠古神社は、大正元年、1912年に、近在の無隔者であった大枠古神社、八和田神社、八雲神社、八雲神社 八柱神社を合祀して創建されたものである。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。